マスローチングの高井です。今日は糖質制限やカロリー制限がなぜリバウンドの原因になってしまうのかについて詳しく解説していきます。レッツゴー。何かを制限すれば確かに短期的には何らかの成果が得られます。しかしずっと制限し続けることやずっと減らし続けることはできません。なぜならばいつかゼロになってしまうからです。糖質を今からゼロにする、全く取らなくする、カロリーを今からゼロにする、ゼロにした瞬間は確かに体重は減るかもしれません。しかしゼロのままでは人間は生きれません。カロリーがゼロのままだと生きれないのはなんとなく理解できると思うんですが、糖質はゼロになっても生きれるんじゃないかと思うかもしれません。しかし糖質を全く取らないとどうなるでしょうか。筋肉も減ります。筋肉をつけるにはタンパク質を取ればいいというふうに勘違いしている人もいますが、タンパク質と糖質を取ることで筋肉を増やしていくことができます。糖質制限をするということは筋肉が減ってしまうということになり、筋肉が減るということは基礎代謝が減ってしまうということになります。基礎代謝が減れば今まで通りの食事をとっていても太りやすくなってしまうということです。糖質制限プラス厳しい筋トレを組み合わせてやる人もいます。糖質制限するときに筋肉量が減るのを知っているので、激しい筋トレをして筋肉量を維持しようとします。理にかなっているように見えるかもしれませんが、これは長く継続することができません。継続できないということはいつかのタイミングでリバウンドしてしまうということです。また制限するダイエットというのは、糖質をもっと取りたい、カロリーをもっと取りたいという欲求を抑えながらのダイエットになってしまいます。この状態に陥ると欲求を我慢することができず、近い将来リバウンドしてしまいます。なぜ人間はリバウンドしてしまうのでしょうか。人間の基本的な機能として生命を維持するために体重を元あった通りに戻そうとする機能があります。ですから今60キロの人が55キロになったとすると、60キロに戻そうと体はします。これが人間の基本的な機能です。しかし今60キロある人が65キロになったとします。今度は65キロを維持しようとします。なぜかというと、人間は長い間飢餓に苦しんできました。食事がない状態で飢え死にする、これを防ぐために一度上がった体重も維持するというふうにできています。下がった体重は押し上げられるのに、上がった体重はキープということになります。これがダイエットの難しさです。そして残念なことに、60キロあった人が55キロに減らして、この状態を10年間キープしたとします。10年間キープしたとしても、なお60キロに体は押し上げようというふうな機能が働いてしまいます。糖質制限ダイエット、カロリー制限ダイエット、これを行って私はうまくいっています。5年10年ずっと同じ体重ですという人がいますが、この段階ではまだ安心できません。10年経っても20年経っても元の体重まで戻そうとする、すなわち何々制限、カロリー制限、糖質制限ができなくなった時、もしくは筋肉量が減った時、さまざまなタイミングで体重が元の状態に押し戻されてしまいます。これは人間がもともと持って生まれている機能なので、どうすることもできません。では我々にできる最もいいダイエット方法は何なのか。それは何々制限などの極端なバランスを崩すようなダイエット方法ではなく、バランスを整えるダイエット方法です。すごく基本的な話になってしまいます。脂質、糖質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、全部バランスよく摂るということ、旬の食材を摂るということ、適度な運動と十分な睡眠、そしてストレスをなるべく減らすこと、お腹が減った時に新鮮で栄養価の高いものを食べて、お腹が減ってない時は食べない、そして栄養の入っていないお菓子やインスタント食品などは極力摂らない、砂糖がたくさん入っているコーヒー牛乳よりも水を摂る、先ほどのカロリー制限ダイエットや糖質制限ダイエットだと何か一つだけを制限すればいいと、ものすごくシンプルでした。
しかし正しいダイエット方法というのはたくさんのものを調整しないといけなくて、知識や経験も必要です。勉強して知識をつけて理解して、そうするとやっと実行することができます。ただし実行できればめちゃくちゃ成果が出ますから、やるのがすごく楽しくなります。そうするとモチベーションは特に必要ありません。知識をつけて理解して実行して成果が出れば、そこにはもうモチベーションは必要ありません。長期的に継続してあなたはダイエットにずっと成功することができます。自分は継続することがすごく苦手であるとか、忍耐力がないとか、そのせいでダイエットが失敗するというふうに信じ込んでしまっている人が多いです。しかしそれは正しくありません。正しくは知識が不足していて理解力がない、だから実践もできずに成果が出ないからモチベーションも保てずすぐに失敗してしまうということになります。これを解決するには知識をつけていくしかありません。知識をつけるにはもちろん本を読んだり人から教わったりすることも大事ですが、最も大事なことは自分が成し遂げたいことについて自問自答を繰り返していく思考を働かせることです。絶えずダイエットを成功させるためにはどうすればいいのかというふうに自分に問いかけます。今この食事をとったらダイエットにとって長期的にいい成果が上げられるだろうかというふうに自分に自問自答してください。この運動をやったら、この運動を何分やったら、やらなかった時と比べてどうなるのか自分に自問自答します。自問自答した時にわからないことが必ず出てきます。わからない単語があれば本を読んだり Google で検索したりしてわからない単語を理解していきます。そしてどんどん知識がついてきたら、筋肉をつけていくことっていうのは基礎代謝を上げていくことで、基礎代謝が上がれば消費カロリーを増やすことができる。そうすれば摂取カロリーを減らさなくても体重を落とすことができる。こういった関係性を理解することができるようになってきます。関係性が理解できるようになればより想像力も働きます。そしてもちろんダイエットに正解はありません。自分自身のダイエットは自分自身で研究して成果を上げていくしかありません。ですから常にダイエットについて考えていくこと、知識を学ぶこと、こういったことをずっと続けていれば自然と状態は良くなってきます。この話を聞くととても面倒くさいしやりたくないと感じるかもしれませんが、だからこそダイエットに成功できる人というのはわずかしかいないわけです。誰でも糖質制限ダイエットやカロリー制限ダイエットをやって成功しているのであれば、おそらくあなたもダイエットに成功しているはずです。しかも簡単に成功しているはずです。あなたがダイエットに成功できないのは継続性がないからでも忍耐力がないからでもありません。すべては知識が不足していて理解力がなくて実行力がなく、そしてもちろん結果が出ないから。ぜひダイエットの土台となる知識を手に入れて、その後成果を存分に味わってください。もっと詳しい情報はチャンネルメンバーシップのメンバー限定ライブや動画の中で解説していますので、ぜひ動画の説明欄からチャンネルメンバーシップに登録してください。以上です。